2024年1月29日、日本とラースンオーシャン航空及び琉球エアコミューターは、2024年度の基本便数計画を決定したことを発表しました。この計画で、日本一短い航空便として知られる南大東・北大東間を結ぶ便が、2024年8月1日より運休することが発表されました。今回、この発表の直前、2024年1月にたまたま同便を利用していたので、その日本一短いフライトの様子をお届けします。両空港は直線距離にしてわずか約 12.6km、経路はぐるっと回るのでもう少し長くなりますが、運航時間はわずか約20分、さらに実際に空を飛ぶ時間はそれよりもっと短いです。なお、8月1日にこの南大東・北大東の便が運休した後は、那覇行きの便が増えるそうです。7月末までは、那覇・南大東が1往復に加え、那覇・南大東・北大東を結ぶ便が 0.5 往復でした。8月からは、南北大東島と那覇を結ぶ便が 0.5 往復増加し、代わりに両島を結ぶ便が運休になるのです。では、ここから南大東空港の離陸後、北大東空港の着陸までノーカットでお届けします。
飛行機はそのまま北大東発の廃棄に充当されますが、南大東から那覇に行く人も、この北大東空港で一旦飛行機を降り、待合室への廃棄の準備を待つことになります。というわけで、南大東から那覇に向かっていた私もここで一旦降りて北大東空港待合室へ。待合室の入り口で北大東で降りる人とそのまま那覇に行く人が分かります。私は那覇行きの待合室へ。この運用も7月末で休止となります。以上、日本一短いフライトへの搭乗でした。7月末まであと少し、まもなくこの路線は運休になります。これからも南北大東島が盛り上がっていくことを記念してこの動画を終わります。ご視聴ありがとうございました。なお、今回紹介した動画の本編となる島旅シリーズ南大東島は2024年度冬に公開予定です。今しばらくお待ちください。